からくんの朝ごはん。はい、よいしょ、はい、上手。いい子だね。はい。はい、ちょっと待ってね。はい、待って。いい子だね。よし。はい、ありがとう。閉めるね。よいしょ。ゆっくり食べなよ。今日のショコラくんのおトイレ事情ですが、こっちのおしっこを今日は失敗してしまいました。でもまだこっちはちっちゃいんで、レギュラーサイズなんでね、ショコラくんの体がぴったりのサイズなんで、全然余裕がないんで、まだこっちの失敗はわかるんでね、まあよしじゃないけどよしとしましょう。はい、こっちは2回目か、2回目のうんちが成功しました。ずっとねうんち失敗してて、1回だけ成功して、今日2回目です。あとおしっこもこっちで成功しました。今日は失敗ケージの中だけです。食べちゃった。早いね。お水飲む？お水変えたからね。今日はうんちはずっとこっちでするの見てたんですが、おしっこは自分から、私がいない時に行って自分でちゃんとしてました。まあ端っこにして足濡れして、ここ濡れちゃったんですが、でも成功してます、ね、頑張ろうね。こっちはなんとかライドサイズに変えようかなと思ってます。ね、体痛めちゃったらね嫌だもんね、おトイレでそんなことしたしたくないもんね。ガム取ってこよっか。今日はガム2本いる？いっぱいあるから、まだお得用が。ちょっと待ってね。はい、今日はカルシウム入りの歯磨きガム2本あげたいと思います。前紹介した歯磨きガムなんですが、まだいっぱいあるので悪くなっちゃったらいけないので、ちょっと今日は2本でやってみます。よいしょ。出てきそうだな。ちょっと待ってね。はい、待ってして。よし。はい、ありこさん、ゆっくり食べな。2本目はこのケージの外からあげます。食事後はバタバタさせたくないので、開けて2本目あげちゃったらなんか出てきそうなんで、胃粘体になったら困るんでね、胃が膨らんでる時に走り回ったら腸が絡まって、戻らなくなっちゃったら手術になるんで、お腹開かなきゃいけなくなっちゃったらかわいそうとしか言いようがないから、気をつけようね。気づいた、気づいた。一本あることに気づいた。
え、待て。待てだよ。いい子だね。よし。大丈夫？大丈夫？ この歯磨きガムは、ショコラのトイで4本からだったかな。4本からだったんで。と私の気まぐれで たまに、ごくたまに2本あげてます。ね、ずっと前に2本あげたかな。それからはずっと1本だけど、私の気まぐれです。お得よ、いね。あ、もう開けてるからね。ずっと開けてるものだから。悪くなっちゃったらね。お腹壊したらかわいそうなんで。ちょっと、本数を、開けてもいい本数を見ながら。ちょっと、に、美味しいか。今日はおトイレ成功したからね。お部屋の分はね。こっちはまだ、しょうがないって言っちゃいけないけどね。大きさの問題だと思うから。足上げてしてる時も、踏ん張って一生懸命、おしっこ乗せようと努力してるんで、ショコラくんの。この前本当にギリギリでしてたけど、足上げて、すっごい踏ん張ってたんで、頑張ってるなって。ねえ、すごい頑張ってたね。はい、おしまい。もう取ってないよ。取ってない。おしさわさま。チコちゃんごちそうさまだよ。お 水飲む？ 水飲む。いい子だね。今日は雑談多めですが、これで終わりたいと思います。今日もショコラくん元気です。昨日の朝はちょっと残しちゃいましたが、大丈夫だね。それではこれで終わります。バイバイ。